モテ町バイオン大学の時間でございます。今日も皆さんとバイオンについてモテ町商店街でいろいろと学んでいきましょう。よろしくお願いいたします。講師は岡山在住のディジュリル奏者川田さんでございます。本日はよろしくお願いいたします。本日もありがとうございます。理由を聞いてどうしましょう。はい、でなんかそのディジュリルの可能性を追求する中で、うん、いろんなアイディアを出てくると思うので、うん、それを好きに捉えてもらいましょう。え、表帳はいいんですか。だからその表帳でやるバイオンの研究会なので、ああ表帳バイオン大学ということにしましょう、うん、と思いました。はい、わかりました。はい、表帳の基礎知識ですけど、そうだから、バイオン大学でございます、はい、講師の川田さんでございます。あ、ここは表帳商店街、靴の辰岡、うん、で私は辰岡海人でございます。はい、ディジュリル奏者であり、この靴の辰岡で4代目であり、まあ、いろんな表帳商店街の地域活性化のためにやってますぐらいの挨拶があって、うん、最近めちゃくちゃにまたマーク吹いたんですよ。ああ、あの例の、そう、その貴重なやつ貴重なやつだいぶ変わってましたか。いや、なんかね、変わって心に余裕がない時にあんま吹きたくないなと思ってまずまずでっかいですよね。そうで、しばらくちょっと閉まってたんですよまあ、あの店内の改装、レイアウト変更もちょっと、なんか生活がちょっと落ち着いてきたんで、そろそろまた腹を据えてマークと向き合おうかな。すごい、まあ、向き合うっていう表現がね、ぴったりくるマーク。おお、ないです、ないというか上にあるんですけど、うん、ここにはない、ここには、うん、あ、ディジュリルです。ここにか、ここにディジュリルがない、はい、ですね、うん、画面を見ながら触れないのですね奥行きがない。はいはい、マーゴっていうのは何でしたっけ。マーゴの気持ち多分そういうのは知ってる人がもうこういうの見てるから、うん、あ、いちいちそんなうんちくいらないよと。だから、ね、その専門的すぎる話って別にその全てを分かる人ないと思ってるんですよ。あ、じゃあそういう、まあそのまあ、いわゆるマーゴっていうすごい、まあ、マーゴもいろいろあるんですけど、マーゴの中にすごいマーゴがあるんですよ、うん、っていうのをなんかその知ることがいいのかな。あ、その中でもすごいのがあるぞというのがね。そうですね、ね、マーゴって短いんですよ、全長が。イダキって結構ね、170とか160センチとかで、ごっつくて、片手でひょいっていうにはちょっと手首いくんじゃないかっていう重さのやつもあるし、で、マーゴはね、さっきまで吹いてた、これがイダキですね。そうそう、イダキはね、これはだからまあ、中堅クラス、もっとでかいのもしょっちゅうあるんですよ、170センチぐらいとか。まあでもこれ割と中ぐらいの大きい方、中の台、中の台じゃないですか。だってこれ150何センチありますよ、ね、あ、そっか。いや、そんなないでしょ、150ぐらいないかな。まあ、でもなんかすごいのありますもんね。うん、でっかいのはすごいでかいのがあって、でかいのがイダキっぽい感じはするんですけど、なんか全長が長いにもかかわらずキーが高いって、うん、と僕のイメージのイダキはね、でキーが高くてトゥーツが近い、全長がでかくて、まあ、重くて、でかい音が多分出るんですよ。あ、トゥーツはポンポン回ってるみたいな。それ長いからね。でかい音はだからこうボトムがあのでかい、あのこのこれね、ここが直径が、内径がボトムの内径がでかいと、まあ、多分、でかい音が出やすい傾向だと思うんですよ。あ、そうか、ベルボトムってベルボトムでかいですもんね。だからその覚醒プラスチックでできてるやつが爆音しますもんね。爆音します、爆音します。だからそのこういうのがでかい音は出るんじゃないかと思うんですけど、でマークはあれだった短くて、トゥーツは遠いんでしたっけ。トゥーツは遠めですね。うん、でも内径がでかいので、内径でかいよね。でかいまんま行くので、でかいのあんまり景気は当たりにくい。でその僕最初その時最初にね、うん、あのまあもう一本ちょっと本格的なものを買おうと思ってたんで、うん、で、そういうプラスチック系のベルボトムのやつもあったんですよ。ドコンテンポラリーです。ドコンテンポラリーよ。で、その頃はまだちょっと鍛えるに迷ってて、うん、その
バイルトマーマレードとかも好きなんで、ああいうのもありかなと思って、その岡山でやってる人はいないんで、まあ、いわゆるそのテクニカル系は、まあ、カートとかも一応テクニカル系というか、まあ、テクニカルキング系いや、そっちと言ってもないけど一応フュージョンを狙ってるんですか、私、まあ、フュージョンって言ったらそういう系です、うん、で、まあ、ヒーリング系みたいな、あー、ヒーリングの人もいますし、で、そうそう、まあだからバンドサウンドで踊らすっていうのは少ない感じですね。エンターテインメント系はあっても本気のこう四つ打ちというか、ストイックにダンスをさせるみたいなのはないな。それ結構好きというか。いいと思いますよ。ダークサイゲンを欲しいんで。ダークサイゲン。あ、そのダークサイゲンね。ダークサイゲンですね。ちょっと語りました。この Amazon で。Amazon なんで。ゴアギルのすごい昔の音源を買ったんですよ。CD ですか。CD。バーニングマンっていうあのアメリカの田舎の砂漠の中であるとか燃えてる男か、そうそうそう、あのね、砂漠の真ん中になんか木かなんかで作った男みたいな人形、人形が、でそれを最後に燃やして、全長20メートルぐらいでかい、もう10メートルかな、でも行ったことある、櫓みたいな、でっかい人の櫓がかかる、それを最後燃やして遊ぶパーティーなんですけど、おお、パーティーなんだね、そこでまあそのいろんなヒッピーとか、まあアーティストとか、なんか集まって、ね、そういういろんな表現をして過ごす、うん、本当過ごすと何使うか、なんかなんか1週間か2週間か、まあ、なんかあるんですけど、そこで行われたあの、まあ、DJ パーティーのライブレコーディングなんですよ、ほうん、で、なんか僕ゴアギル聞いたのは2005、6年ぐらいからなんですけど、私がもうちょっと早かったかな、まあ、それぐらいだったんですけど、まあ、あのダンスミュージックもすごい進化してきた音楽の人じゃないですか、うん、だからね、なんか懐かしいんですよ、すごい音が、へー、ダークサイケだったと思ったら意外と普通のトランスじゃんそうか、へえ。だから、あ、ダークサイケって意外と新しいんだと思って、その音のなんかその時代的、時代というかその成長度合いからいくと、そんな感じがしましたね。そうですか。なんかね、ポップなんですよ。ポップなんですか。まあ、今に比べるとなんか同じ、あ、そうか、かけれないんですよこれ。それはかけたらあの著作権的な、ね、捕まりはしないけどまあ誰も削除されるっていうまあそこまで誰も、まあ、かけちゃう、いやいやいや何の話だっけダークサイケ、ダークサイケの前、ね、ゴアギル、ゴアギルの前、マーゴ、あ、そう、マーゴなんでマーゴなんでマーゴでゴアギルなの、まあ、まあ、そうだから自分に向き合って、そうそうそう、違う違う違う、ドコンテンポラリーで行こうかなって思った、ああそうそう言ってましたね、ゴアギルとかそのダークサイケ系の DJ の影響があって、うん、あの辺ってね、ひたすらね、もうね、エンターテインメントじゃなくてストイックな感じなんですよ、うん、もうどこ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 ってひたすらもうあの24時間以上やるんですよそりゃすごいストイックだね、そうで、そこはそう、そのイベント、そのゴアギルが出るパーティーの中にもワイルドマーマレード来てて、うん、ああそれか、うん、そういうことで、あ、受ける受ける、それは受ける、そうそうそう、ワイルドマーマレードの方がでも押し引きが大きいですよね、うん、あの一つのことを延々言ってんばりじゃなくて、かなりテンポが速くなるし、うん、フレーズがどんどん変わるし、うん、急にディズソロになったり急にパーカッションだけになったり、うん、あの変化って多分基本、あ、多分3人なんですけど、うん、あの今2人、今2人ですか、うん、あれ多分即興だと思うんですよ。即興ですね。で、あれバンドの形だと、まあ、2人だとしてもそのお互いのあいつこれやりたいよな、次これ来るよなっていうのはもう分かってるから、ちょっとこうしてやるかみたいな感じで、毎回多分ちょっとずつは違うと思うけど、あの展開はお客さんも含めてこう安心できるところもあるし、来る来るっていうのがもう分かってて、おっしゃーみたいな感じがあるので、まあいい感じのなんていうこう相手とのこうつながりが深まる。去年ね、高松来てたんですよ。ああ、そうですか。それはまあ貴重な感じですね。高松、高松に行って誰が呼んだんだろう、それはすごい。岡山に送りゃいいなと思って、ね、あ、行ってましたね。何人か行ってて、なんか動画撮ってましたね、うん、あの携帯かなんかにちょこっと。いや、あれめっちゃおもろかった。やっぱね、あのもうなんていうかね、そういうトランスの楽しさをね、ちゃんとこう詰め込まれてる、うんうん、こう、煽ってくるんですね。わかります、わかります。これはもう来るの来るの来るの、そう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 、まだ来ないみたいな、まだ来ないちょっと落ち着かせたりするとにくいよね。でもまあ盛り上がるのは盛り上がる。で、その後ぐらいにサイがソロアルバムを出したんですよ。
あ、そうですか。それ買って聞いたら、あ、こんなこともできるんだ、ワイルドマーマレードなのに、ワイルドマーマなのにそうってことは、大型で、いろいろね、ソロで、ソロ3枚組で3枚じゃん何やってんすか。で、あの、1枚が1時間くらいあるんですいやー、1曲1時間だから、ね、なんかストーリーがあって、あー、物語にもなんか10曲入り、10曲入りでも1曲入りになる1曲入りやりますね。なるほどな、でもそういうスタイルがいいなと思って時期もあった。あー、あ、そうかそうか、いろんなことを考えてて、でも、あの、これ行こうかなとお店で出会って、うん、あの、そういうコンテンポラリーを極めるのも一つだけど、これをこのマーゴは、まあ、まあ、言うなれば選ばれたマーゴだよとじゃあお店の人にこう、あの、どすられたってわけじゃないですよ。いや、なんかでもね、いろいろ試すじゃないですか、指導するじゃないですか、うんうん、そしたら、あの、その子だけね、音出ないんですよ。あ、なんでだろうって。そしたら、これはその、ある程度吹けるようになった人が本気で吹くための楽器なんだよ。あ、だから結構割と吹けるんじゃないかなと思ったんですけど、あれ別に落ち込んだんだよ。あ、そうですか。そう、やめた方がいいんじゃないか。俺吹けなかったそう、まさかなみたいな、そんなのもあるんだな気がして。だからそういうコンテンポラリーでいくのか、それかもうやめちゃうか。ああ、ちょっとこう立ち止まっちゃったんですね。そうそう、あの、踊り場に行ったら上がれるし下がれるし、やめれるし、やめれるしね。まあ、ありますよ。それで結局、まあ、もう一歩上に行きたいなと思って、うん、素晴らしいね。それはそれすごい、まあ、尊敬できる、まあ、高い買い物ですからね。それはそうですよ、900円じゃないよ1000円でもらえるかそれでそんなこんなで来週ぐらい紹介しましょうか。おお、素晴らしいいいですね。一応毎週配信で毎週見れるように。何曜日とか決めてやる。決断。だから、知らないんですよ。1週間限定公開があって、ほう。で、だからもうあの1週間しか1つのもの見れない。ああ、じゃあ2週間前のやつは無理だね。そうそうそう。1週間前のやつ、1週間っていうか、まあ、ギリギリ7日前ぐらいまでのやつは、その日には見えるわけね。そうです。そういうふうにすると、そのがいい。なんかその1週間の間しか再生できないコンテンツっていうプレミアム感。で、結局ね、こういうのを過去遡って誰も見ないんですよ。まあ、レッスンやってるんじゃないことね。よっぽどこの回のここが最高とかであれば、リクエストがあれば、まあ、別に1日だけ限定公開しますけどいや、それはもうそうやってちょっともう小出しにしてるとその方がいいんですよ。あの、それだと毎日10時とかに、今限定公開中ですとか出すの。それ情報は、ホームページとか、アップデートとかに載せるようになってるはずです、これが流れる方に。あ、そうですか、うん、でもこれで多分8回目ぐらいです。そう、前回4、うん、お気づきの方もいると思います。まとめ撮りしてます。そう、まあ収録だからね。ラジオの収録も連続で2回撮っちゃって、新年3週目、まあ、レトロラジオです、うん、だから、なんとなく方向性が見えてきたなと思ってるんですよ。うん、いいですね、うん。僕はもうこの流れ、マニアの流れから、なんとかこう、表帳に繋げていきたい、うん、だからなんか、ピンときたら、それは表帳の話もしたいなと思って、ね、表帳で、めっちゃ長いディジュリルを吹くとかイベントで、いや、あのこの前、今日はさっき、チラシをもらって、あのなんだっけ、その出店のマーケット、マーケットね、ああいう時にもし出ると決めたら、それにちょっとそれのために作りましたよとかを、まあ、展示だけでもいいですから。展示だけでもいいですね。いや、でもね、やっぱ何百メートルとありますから、うん、それを、まあ、なんか映画する。あ、それとパフォーマンスみたいな、動きながら記念する的なそれ何時
時間連続で歩きながら20分だからそういうやつで。で違いますよ、もうひたすらワンブロックの長さも。あ、長いだけの。3メートル半になると歩くホール。僕そういうこと作ってたんで。でもこのガス管が、ガス管のシステムで、細さでまあ10メートル。ああ、10メーター、そりゃ見たことないですね。まあ、それは水道管の業者に頼んで、もうちょいでかいやつとかにした方が響きはあるんですか、太さが、竹リズクラスぐらいとかで、ガス管って多分ね、これ28メートルなんですよ。はい、で、塩ビ管が30ミリとかで、塩ビ管ならごっついやつなんだけど、ものすごい肉薄なんですよ。この6センチぐらいのやつとかとペラペラだから打っちゃったらペチャってなっちゃうような感じで振動型が10メーター飛ぶのかなっていうのも途中でつまり空気があの散っちゃうとか埋めるちゃって、まあ、長さにこだわらなくてそうですね高さにこだわる人とか高さってと直径ってこと直径ですか高さっていう例えばこう来てこう来てこうこうないねそれないないそれこれがこういくとあの次みたいなあそう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 こう来てこう来てそれいいなこうだったらおおそれいいなこうやったらそのでかいコブがある、うん、コブがめっちゃコブがあるそうでも吹き口がちゃんとこう吹き口は長さがあれば30ミリで30センチ来てガッポーっていくわけいやおーないね見たことないそれ意味がわからないですねあの視聴者から受けますかオリジナルの形をイラスト描いてって例えば5歳の女の子とかに変な管楽器を描いてよって思っとったか頼んで描いて送ってくれもらうと託してもいいやんでもなんか前入りたいって言ったのじゃん以上それはだからあのいい企画が立ったらあのお披露目しますからなるほどなるほどじゃあそういうことでそうです表町マジン違う表町バイオン大学でございますピンポンカートそれ何ですか何でもないですでも最後は映像しますか映像しますかあ、じゃあこの曲に合わせていや、合わせたっていいやつ合わせてみたこれね、あのボーカル岡田くんっていうのはいはいあ、これギターソロです。おお。自分の演奏がめっちゃ好きなんですよ。いや、いいことですね。自分の演奏めっちゃ好き。いいことですよ。というわけでまた来週お会いしましょう。また来週お会いしましょう。演奏しないんだしない